ということで、聞いてください。非実在系の私たち。きっと君は忘れてく、ここに私がいたこと。だけどいつか私はまた会える日を待ってる。聞いてくれたあの言葉、たくさん思いを込めたの。ずっとずっと心に届いてほしくて、君と過ごす時間はね、とても短く感じて。だからいつも終わりが来ないでほしいの。ああ、どんなセリフでどんな顔をしていっぱい考えていたんだよ。私ずっと君に出会うため、たくさんお願いをしたの。君の心動かすために生まれてきたの。この体もこの声も何もかも全て君に笑ってほしくて、だからここに生まれてきたの。そう願ったの。微信が、あ、七し、うん、あ、物語も終わりだね。君の役に立てたかな。楽しい時間だったらいいんだけれどな。でね、ちゃんと終わった。答えができたのかな。じゃあ敵に出会うため、たくさんわがまま言ったの。だって君に楽しんでほしくて生まれてきたの。この笑顔もこの涙ネキたちのラスト思い出しちゃったよ。生まれてきたの、そうは願ったの。ねえ神様、素敵な物語、私ちゃんとできてたかな。辛いことも悲しいこともきっとそっちの方が多いんでしょう。だから私、みんなのために生まれてきたの。私きっとこのために、きっと最後の最後まで君の心動かしたくて生まれてきたの。この人生もこの運命も存在さえも全て君のために、だからごめん生まれてきたの。ララ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 ラ。